アンヌ・ドルレアンは、カラブリア系両シチリア王家課長、スペイン王子、カルロスの日。スペイン語名は、アナデ・オルレアンスイ・オルレアンス・ブラガンサ。イタリア語名は、アンナ・ドルレアンス。フランスのオルレアニスト王位請求者相続人のパリハク・アンリとその妻、イザベルの間の三女として生まれた。若年期は、モロッコ、スペイン、ポルトガルを転々として過ごした。 ブルガリア王子メオを二世と恋仲に陥ったが、教皇庁はカトリック信徒以外との結婚を認めなかったため、二人の関係は破局せざるを得なかった。1962年にアテネで行われたスペインのフアンカルロス王子とギリシャ王女ソフィアの結婚式に出席した頃から、幼馴染であったカラブリア公爵家の死死で、スペイン王室の一員であるカルロスと交際するようになった。 父アンリがカルロスの父アルフォンソの両七里青い請求を認めていなかったために結婚への道筋は難航したが最終的にアンリの情報によって二人の結婚は認められた1965年5月11日にルーブシエンヌで法律婚の手続きを行い翌5月12日にドルーの三類王室礼拝堂で宗教婚の結婚式を挙げた カルロスとの間に一何四条を設けた。カラブリア公爵夫人、アンヌの文章。ありがとうございます。